みなさんこんにちは、ねねです。今日はディズニーランドで福袋を買っちゃいました。イエーイ。じゃ早速開けてみましょう。こんな感じです。じゃあ開けますよ。じゃあ何から出そうかな。これはシークレット消しゴムですね。種類はこれだそうです。ちっちゃ、結構。あ、これが出ました。わさび。じゃあ2個目はミニのメモ帳かな。ミニ、ミッキー、まあいいや、とりあえずこういう風になってます。じゃあ3つ目は、なんだこれ、結構重い。一回中見てみます。ガラスのミッキーのコップです。皆さん割れるかもしれないので見せれませんでした。ごめんなさい、すまん。次に開けていくかな。このシールです。シールを貼って自分だけのカードを作れるだそうです。で、これなんだろう、よくわかんないけど、何これ。わ、袋です。あれ、自分でしまえない。こうやって、こんな感じです。次いきますよ。これマーベルの充電差しですね。すごい、カバーかな。なんか私もよくわかんないものが入ってました。わっ、超かわいい。プーさんのぬいぐるみが入ってました。こんな感じです。ほっぺがかわいい。じゃあその次は、なんかちょっと危ないものなんですが、このバッ、この人の名前忘れてしまったんですけど、まあ、マーベルのキャラなんで一応。で、これがミニのバドミントンかな。バドミントンだと思います。バドミントンのプラッシュキーチェーンというらしいです。これはワッペンピンというものです。最後かな。最後もこれと同じです。色違いとキャラも違うやつかな。で、最後、2021年ハッピーニュー、ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー、2021年、ハッピーニューイヤー。なんか中に入ってます。 20% オフって書いてあります。ディズニーランドから嬉しい。あざーす。もうこれはないかね。この 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 点ですね。この福袋高い買ったんですけど、値段がね高かったんだけど、まあ11個も入ってたってすごいと思いました。ぜひ皆さんも開けてみてね。また見てね。バイバーイ。おろんばしょーじょーごろんばけー、おろんばしょーじょーがんばけー、あざー、ハッピーニューイヤー。うるさいと思うけど、じゃあ出し忘れてました。